ああ、少し走ってくる。私も一緒に。いや、一人がいい。少し走るだけだし、体が熱いっていうか、走ってクールダウンしなきゃ収まりがつかないんだ。じゃあな。お待たせ。悪いわね、呼び出したりして。構わないわ、どうせ仕事が終わったら出るつもりだったし。やっぱりレイナちゃんにもわかるのね。え？磁石みたいにお互いが呼び合うのよ。気持ちブーストの立ち上がりが悪い。吸気温も高すぎるし、思ったより油圧も低いか。走れば走るほど全部やり直したくなる。パーフェクトには程遠い。だが今夜会える、絶対に。血が沸騰する、ヒートする。自分はこれほどヒートする人間だったんだ。つくづく思い知らされるよ、俺はこういう命を削るようなやり取りを望んでいたんだと。そして君もだ。ストマックス、ハンチングなし、油圧安定、垂れなし、油温 OK、 水温、排気温 OK、 AF 値ベスト、加速が伸びる。完全に Z を射程距離に捉えた。ダメ、タイミング外した。湾岸入っていきなりだもん。もう追いつけないよこれ。大丈夫、レインボーブリッジから浜崎ジャンクションに出て待とう。失速した。加速は途切れなかったけど、呼吸が重なる。お互いの加速がはっきり伝わり、この速度で他者との位置が鼻先一つで決まる。最高のリズムでラリーを繰り返しているようだ。一度出た失速感はすぐに引っ込んだ。だがもう一度来る。エンジンじゃない、燃料でもない、電気、ミスファイアだ。必ず出る。1分後か1週間後か、この速度でミスファイアすれば最悪ブローだ。何が起こってもおかしくはない。だがそれはそっちだって同じだろう。この場所を走り続ける限り。長年走り込んだ仲間でもこうはいかない。アクセルの踏み方、ブレーキの入れ方、そしてステアの戻し加減まで、全て呼吸が合う。
マックスブースト2バール、大気圧1バールにタービンでプラス2バールの圧力をかけて、排気量 2600cc を3倍、単純計算で 7800cc のエンジンにしている。まさにモンスターマシンだ。この10年ひたすら R と生きてきた。間違っちゃいない。俺は何も失っちゃいない。これが俺なんだ。俺の場所はここしかないんだ。タカ。ええ、ごめんなさい。今ちょっと取材中だから。また後で電話します。プロポーズされてるの、今の人に。返事はまだしてないけど。いいの、タカ。それが正しい決断だよ、ミカ。ほんのわずか、エンジンの回転数と車速がずれた。どうした、どうしてここでギアを落とさない。何かあったか。エンジン、ミッション、いや、おそらく駆動系だ。クラッチが来てるんだ。だから一つ上のギアで回転数を抑え、クラッチをいたわっているんだ。増大するトルクに一気にクラッチの限界が見えたか。5速の領域、この高回転高負荷でもしクラッチが滑ったら一瞬でブローだ。どんなにセッティングをいじろうと、お前はお前なんだよな、ゼット。誰の支配下にも置かれず、ただ速く走りたいだけなんだ。セッティングは終わった。だがな、アキオ、黒木のアルをデジタルなモンスターとすれば、お前のはまるでジュラ紀の恐竜だ。そう、走っていた時代が違うんだ。本来なら叶うわけがない。いいんだ、俺はそれでもいい。もしお前がここで生き絶えてしまったら、俺はもう走らない。お前しかいないんだ。お前がそれを望むなら、思う存分走れ、Z。生き残るんじゃなくて生き抜いていくんだ、お前は。チューニングってのは愚かな行為だ。どんな美辞麗句を持ってきても正当化なんてできやしない。だが同時に否定することもできない。アナログな600馬力のターボか。すでにこのレベルで走ってることさえ奇跡だというのに。そのエンジン、君が組んだろ。え、ええ。エンジンをバラすのと同じようにさ、 CPU もバラしてみなよ。はあ。原価500円のロムが君を助けてくれるよ。その通りだった。 CPU のデータを解析し、新たにロムに入力する。間違いなく確かな結果と答えが得られた。それ以来、センサーが感知したデータを信じ、パワーをデジタルに制御してきた。なのに今、センサーが捉えない何かを体が感じる。俺は昔のチューナーのように勘など信じない。いや、信じていなかったはずなのに。このエンジンはブローする。高回転高負荷で最悪の異常燃焼が起こったら、エンジン内部はズタズタ、再起不能だ。エンジンがブローするということは、このアルも死ぬということだ。何年もトライアンドエラーを繰り返して仕上げたこの800馬力エンジンが死ぬ。
車の悪い部分が勝手に治るわけはない。次にその症状が出れば終わる。来た、2台ほとんど並んでる。なんてスピードなの。足先に今まで以上にエンジンの息吹を感じる。長くは持たない。行くぞ、今しかない。ストリートのバトルには一見ゴールがない。選んだ車線によって大きく差がつく。どっちが速いかなんて周りの人間には分からない。だが当事者たちにははっきりと分かる。それは一瞬で。どっちが本当に速いのかいつも一瞬で分かってしまう。じゃない。何年もかけて仕上げたエンジンが、俺のアールが死んでいく。ブローの瞬間クラッチを切った。最悪のエンジンロックは回避できたが、このままじゃトンネル内で立ち往生か。このままじゃ本当に立ち往生だ。もしもし。どうも黒木です。すみません、レッカー1台お願いできますか。場所は湾岸大井出口を降りて。ええ、そうそう、その辺りです。じゃあよろしく。すぐにレッカー来るって。助かったよ本当。もう一度ん？もう一度走りますか。はっきりしなかったみたいだし。いや、もう十分に分かったよ。望みは叶えられた、俺とRのね。じゃあ、あとは俺一人で大丈夫だから。私も残るわ。レイナちゃんはアキオ君と行って。え、ええ。アキオ君の Z が止まった。ええ、まるで緊張の糸が切れたみたいに。黒木さんと走るのやめたらいきなり自走できなくなって。山本社長の家のそばだったから朝まで待ってそのまま預けてきたの。2台とも持っている力を出し尽くして燃え尽きたのね。どっちもショックでしょうね。そうね、特に高は。ちょっと見綺麗だろ、カム周り。でもよく見ると歪んでるよ。大学3年生の時だったかな、初めてエンジンをブローさせてさ、俺思わず泣いちゃったよ。無謀なブーストアップ、自分の無知が生んだ結果だった。パワフルなエンジンにただ喜んでいて、その裏にある悲鳴が聞こえてなかったんだ。ショップに出す金もないし、整備解説書見て初めて自分でオーバーホールした。その時もう二度とエンジンはブローさせないと誓った。でもダメだった。
だけどおかげで大事なことが分かったよ。あの Z やこいつが教えてくれた。ブローする瞬間はっきり分かったんだよ。どんなセンサーにも現れないその瞬間が。声だけじゃない、こいつの体温や息遣いまではっきり分かった。俺はやっぱりこの世界で生きていくしかないんだ。行けるところまで行く。もううだうだ言わない。気持ちは前向きだよ。前を向いてやっていける。だから今日限りここには来るな。君は君と同じ世界の人と生きていけよ。そして幸せになってくれ。俺は俺の世界で生きていくから。これはミカ、生きてるよ。これ大丈夫だ。この分ならクランクも。私とタカが違う世界の人間だと、そんなこと一体誰が言ったの？ミカ、はっきり分かっている。私の場所はここしかない。あなたのそばにしかないの。でも俺は一生スピードの虜だぜ。幸せになんかなれっこない。いいのかそれでも。今さら何よ。私はそれでもあなたと一緒にいたいの。あなたのそばにいることが幸せなんだってやっと分かったんだもの。離れている間もずっと心の中でただあなただけを見ていたのよ。体は違う場所にいても心はつながっていた。タカにもそれが分かるはずよ。はじめはタカの記事を書くことで気持ちに踏ん切りをつけようと思ったの。でも何もかも逆になった。こうしてすぐそばであなたを見つめて自分の正直な気持ちに気づいたの。何度も思い出したこの手のこと。思い出すたびにあなたといたこの世界が恋しくて泣きそうになった。ミカ、俺は R200 クラブに限界を感じて正直腐っていたんだ。そんな時ブラックバードやあの Z に会った。そしてお前とも。俺にはやっぱり。分かってるわ。一緒にいてくれるか、俺のそばに。